おはようございます。おはようございます。今日はですね、なんと若い高校生たちと一緒にラウンドします。今日は YouTube のアスリートゴルフチャンネルとのコラボ動画になります。一人一人自己紹介をお願いします。はい、代々木高校3年の斉藤泰です。よろしくお願いします。お願いします。代々木高校3年の山崎香音です。よろしくお願いします。代々木高校コーチの住海人です。お願いします。すごいメンバーですね。可愛い女子とかっこいいコーチと私と4人で素晴らしい動画になると思います。期待しててください。お願いします。お願いします。いつもどんな合宿をされてるんですか？このキャンプは小学生とかもいるんで、はいはい、もうみんなで上手くなりましょうみたいな、はい、割とじゃあちょっと楽しい感じですか？そうです、ね、割とこの合宿はね、うん、楽しい感じになってる。なるほど。じゃあ一人一人行こうかな。いつからゴルフはされてますか？私11歳からです。11歳から、はい、なんで小学校6年生。じゃあそんなめちゃめちゃ早いわけじゃないですね。そうですね。山崎さんはいくつからゴルフをされてるんですか？私は、小学校4年生から。4年生ぐらいから、そう。何歳からやってるんですか？15歳から。あ、そんな早くない。めっちゃ遅いです。遅いですね。64です。はい。64。はい。去年出ました。アメリカで。アメリカで。おお。ちなみに国内ベストはいつなの？国内ベスト65です。変わらん。変わらない一打しか。コーチすごいね。かのんちゃんは全国のあれ高校生の選手権、全国の出ると上位24人が、うん、12月にある沖縄のマッチに行けるんですけど、それにギリギリで行けました。すごいですね。ゴルフは誰が、何をきっかけで始めたんですか？もともとお姉ちゃんがゴルフも、お姉ちゃんもゴルフやって、姉妹揃ってゴルファー？そうです。だけど、お姉ちゃんはお父さんからの影響でやって。なるほど。たえちゃんは誰の影響でゴルフ始めたんですか？私、両親はやらないんですけど。両親やらない、はい、おじさんの影響。おじさんの影響です。また親戚の、うん、へー。たえちゃんはなんと今年大東健拓、はい、プロの試合に出たんですね。はい。どうでした？普通の試合と全然緊張感が違った。違った？うん、やられました。やられました。やられ、雰囲気に揉まれちゃった。へー。
ったネソン。7番ですか。7番でハーフショットしました。ハーフショット、はい、140くらいですよね。146ヤードでした。146、はい、おお。だいたい9番アイアンで何ヤードぐらい打ってますか。130、同じぐらい、はい、ちょっとドライバーがだいたい230ぐらい、20、30、2センチ伸びてます。飛距離はやっぱ年々、いや、ちょっとあんま変わんない。なるほど。コーチが打ちます。コーチマントビです。マントビですか。マントビです、コーチ。おお、ナイス。でかいです。そう。バンカー？いや、左に落ちた。下に落ちた。いや、でも止まりましたね。はい。なんか、あ、かけた。今日はみんなでスコアを入れて競い合ってるんですか？はい。こういうのよくやるんですか？このコースだけですかね。へー、あ、マリーダーズボードで見れるからみたいな。そうです。面白いですよね。面白いです、面白い。コンペとかやっててもね。はい、マイナス1になってます。あれ、これ、一ホール終わってくるじゃないですか。反映されないの。はあ、なるほどね。この合宿の良さは何ですか？やっぱり普段一人で練習してるんで、うんうん、仲間とできるんで、うんうん、楽しいし、うん、それで競い合って楽しく、うん、まあ、友達も増えるしね、うん、一緒に頑張って、はい、なるほど。はい、探検隊の人がいます。打ちまーす。あれかな？あ、あれだ。手前？奥。これです。よかった。これぐらいでちょうどいいんじゃない？うまい。入った。入った。ナイスパー。すごい。マンパー。新しい言葉出ました。マンパーです。何がマンなんだろうか。満点のマンじゃん。そういうことですね。マンパー。みんなに教えてもらったってことよ。タッチを。みんなに教えてもらってタッチとラインを。あの開始結構早かったじゃないですか、上から。あの会社はやっぱどういう気持ちで臨むんですか？いや、ちょっといられるように。ああ、やっぱそうなんだね。ちなみに話は変わるんですが、初試合に出た時はどういう気持ちでしたか？めっちゃ緊張しました。めっちゃ緊張した。88試合に初めて出たの。へえ。何歳でした？小学校4年生の。わっ、すごい。小学校4年生でスコア 88？ でもその時が良くて、その後からは試合でもやっぱりちょっと怖くて普通に100打ったりとかはしてましたけど。どうでした初試合？私初試合が初ラウンドで。え？
ちょっと待って、ちっちゃい大会だったんですけど、初試合が初ラウンド、はい、おなかなかな。なんで何も知らないまま出たんで怖くはなかったですね。あ、何も緊張もなくて、挑戦っていうか、なんか分からないまま出て、分からないまま同世代のこともあるから楽しかったですね、最初は。覚えてます、スコアとか。スコア102でした。お、年齢は、と始めた年だったんで11、はい、なんかこれ聞くとなんかいいですね、ほっこりするね。102でもなんかこう試合出てみようかなって思う、うん、ね。なるほど、ありがとうございます、はい。YouTube のこれ小さな、YouTube のチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。